皆さん、おはようございます。おはようございます。おじさんです。今日も雨なので、というか、まあ岡山から帰ってきたんで、とりあえずは荷物がいっぱいあるんで、またまた洗濯物もいいということでコインランドリーにやってきました。まあよく降りますね、今日も雨が。ですね。まあ今ちょっと小降りになりましたけど、とりあえず今やみました。まあこんな感じなんですが、とりあえず何か話をしましょうかね。こんな感じです。雨もですね、よく降るいう感じです。こんな感じで雨もよく降るコインランドリーですね。なんかコインランドリー一つ右側故障したのかな。なんか電話かけて揉めてましたね。テレフォンかけて、なんかもう長いこと回っとるが止まらん、回転が止まらんじゃどうだとか言って、なんかさっき中におる親子の方がどっか電話しましたね。もう30分以上回っとるけど、なんだかんだとか言って、なんか揉めとる風がありました。多分揉めとるんだろうと思います。なんか今日もいいです、コインランドリーお客さんですね。まあ長雨が降ればあんな感じですね。広島の方はなんか長く降っとったみたいですからね。まあこんな感じですが、皆さんよう結構来られています。まあまた降り出しましたよ、雨が。こんな感じで雨が降る降るという感じです。何かあれ、何か面白いお話をと思っとったんですけどね。あーと、雨が降るから、これといって、まあ新高山城あんまり近くへ行ってしまったんで、新高山城の後の方のですね、天守閣があった付近とかがですね、あまり見えない状態だったんで、ちょっと皆さんに悪いことしたかなとも思うのですけど、思うんですが、ほんとすいません。ちょっと今度は離れた駅からですね、また撮ってきます、動画をですね。それとあとはいよいよ広島城ですね。まあ一応壊れたあれで建て直した広島城ですけど、撮ってきます。割と大きなお城なんで、広島も毛利120万石の城だったお城なんで、結構大きいです。結構堀の方にしてみたら、今の太田川の結構向こうの方まで堀になってますね。だけど構造的によく大阪城、まあ旧太閤秀吉が作ら、太閤秀吉殿下が作られた大阪城の堀とよく似たような感じです。なんかあれ武芸も一緒らしいですよ、黒田官兵衛さんですね。大阪城は黒田官兵衛さんがなんかあれだったのに、なんかチラッと本かなんかで見たような気がするんで。で、大阪城ってまた広島城もそうらしいですよ。だから大体よく似とるらしいですね、作りが。作りとあの天守閣の作りも。大阪城は今現在の大阪城は、徳川家康さん、家康公の頃に作られたあれ城なんで、白壁の。昔、もともとはあの、広島城によく似た感じの黒い、白と黒に、なんか金、広島城もっと金の総量を増やしたような派手な感じだったんじゃないか、いうのをいずれちょっとちらっと見ましたけど、なんかそういうの見たんで、へぇーとか言いながら、そうなんだ、とかいうのもあれです。まあ、おじさん的には、まあ、結構、広島でもだけ好きな城ですね。かっこいいんで。ですけど、おじさん的にはですね、岡山の雨城は結構かっこいいですよ。背中から見たら、ああ、ほんとカラスだ、ああいう感じですね。あれはなかなかいいと思います。まあ、あれだ、って言ったら、まあ、姫路城も白壁で悪くはないですけど、僕的には雨城好きなんですよね。おじさんは、ああかっこいいとかで見るたびに、おかっこいいよ、うじょーとかいう感じで、あれも昔凝ってない頃に写真を撮ったり動画撮ったんですけどね、みんな多分いつの何か携帯投げた時にそのまま壊れた携帯の中にデータが入ってそのまま処分したいう感じですね。なんか前に、あそうか、前にちょっと歩きよって、夜に歩きよってですね、あの花壇があるじゃないですか、段差、よくまあ車輪止めとかと一緒な感じ。おじさん的にはですね、夜間でもう足を上げたつもりだったんですけどね、上がってなかったんでしょうね。バーンってひっくり返ってですね、なんでひっくり返ったか本当当分悩みました。横になったまんまでおったんで、いた。で、また、泊まりかなんかで行っとった時だったんで、またそこの土地感覚、出なければいいんですけど、まあ大体、あるじゃないですか、皆さん。近所いうのは、家の近所いうのは歩いても大体こんな感じで作り的にわかるという感じのですね。
あるんですけど、地域感情がなかったんで、そういうあれがなかったんですよね。夜間で。で、ついつい、あーいう感じで、歩いたーとかいう感じで、そしたら、花壇があったんで、足を上げたつもりだったんですけど、引っかかった、ドーンといった感じですね。で、その時に、携帯はズボンに、はい、スマホがズボンに入ってたんですけどね。ズボンから飛び出て、なんかまた運よくズボンから飛び出て、そのままザザーって言って、まあ、画面がバリバリと割れたい感じですね。で、それでもちょっと使ったんですけどね。使ったんですけど、最後に、カンコレかフェイトだったのかな。何かゲームショールサイトに止まりました。あって。FDO だったのかな。なんかとにかくやってて止まったんですよ。動かんで、そのまま。FGO とかのデータも全部パーですね、一回。だけど、今のおじさんの FGO のデータは2回目なんですよね。だけど一回もう当分やめたんで、もう、それとあと、アズレンか。アズレンのデータもこれ2回目なんで、最初のアズレンのデータも全部消えたんで。あの頃のがレベル高かったんですけどね。それで当分せずにおったんですけど、また始めて、コツコツやれるという感じです。まあ、また時期に、アズレーンの方も、カンコレがちょっと一息ついたら FGO とか、FGO とか、アズレーンのデータも流してみようかなと思います。それこそ、リネージュ2に戻ってちょっと動画流そうかな、もう動画撮ってきてもいいし、パソコンなもう一回買って、なんかまだリネージュパソコン版もやってる話もあるけど、あれを画面広げる言うてもあるしな、戻ったらあれだろうな、誰かおいるのかな、昔のメンバー。まあそんな感じでちょっといろいろと考えながらあれしてます。また新しいゲームもしてもいいし、話も書かないといけないし、まああれこれと忙しいおじさんですが、まあなんかいろいろとやってみます。でなんだかんだという間にまた6分ぐらい経ちましたね。まあほんとすいません、いつもおじさんの独り言つぶやき、まあ暇つぶしに付き合ってもらって本当ありがとうございます。皆さん暇なんですよね、独り者となると。まあ独り言でブツ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 言うだけでいう感じで、それもなんか寂しいね、助かります。はあってすまなくて、ため息ばっかり漏らさなくていいんで、でまあとりあえず帰ってまた話を書いて、まあ広島でも近々撮ってきて動画また流します。楽しみにしといてください。まあそんなにあれじゃないですけど、秋になったら宮島とか撮ってきてもいいんですけどね、宮島、あと、三段橋、あと何があるかな、広島大社橋、あと、尾道、高山寺もあるし、瀬戸田、あと、大橋、まあなんかいろいろとあるんで、またいろいろと見つけてきます。お城の好きな人もいるかもしれないし、あと古墳の方もですね、また秋口ぐらいになってからですよ、また落ち着きだしたらちょっと行ってきます。出雲の方に行ってもいいし、岡山ちょっと回ってみようかなと思うし、まあいろいろとまた前方後円墳や円墳見つけてきますって動画撮ってきます。それとあと何があるかな、食べ物の件もあるし、あと何があるんじゃろいさん、あ、何、久々熱帯魚やってみようかなと思うところもあるし、まあなんかいろいろとですね、熱帯魚も結構凝ったんですよおじさん、熱帯魚も結構ハマりました。何年やったんかな熱帯魚も、最後はですね、なんでやめたんだ、海水魚やろうかなと思ってセットだけしたところでやめたんで、さっき道具だけは揃えたんですけどね、水槽殺菌灯とかとですね、で水もあれ流して塩分入れて、で、あれ、塩ボード系でしたっけ、あれこう、塩分測る分とかも用意してからこうやって、いいかな、あとは、熊の実かなんか買って入れるだけまで行ったんですけどね、なぜかそこでやめたんですよね。結構ディスカスにハマっとったんですよ、おじさん。ディスカスやったら種類集めてから凝ってましたね。最初はね、グッピーとか、まあ、手合いから始めたんですけど、最後はディスカスにハマって、ディスカスばっかり買いよったんですよ。いろいろなタイプの、結構赤いタイプや黄色タイプとか、原種に近いようなタイプとか、いろいろありますからね。綺麗なんで、ディスカス。ディスカス結構種類買いましたね。さっき水槽も結構ありましたよ。凝ってる時、家に5台か6台ぐらい水槽があったんで、90、120、60が3台か4台ぐらいかな。もう水買いばっかりこうやってしてたんで。あんな感じでしたね。水槽だけに結構熱帯魚も凝りました。あと、まあラジコンも凝ったな。ラジコンも結構凝ったな。ラジコンも結構4、5台ぐらい作りましたね。
若い時にラジコンも結構凝ってやった。あっちゃこの間作ったフィギュアじゃないですけど、半分はですね、ヤフーのオークションでまた、ヤフーのオークションで買ってまたヤフーのオークションで流したんですけどね。あと3分の1ぐらいまだ残ってませんですけど、エアブラシで拭くのかなとか思いながらですね、ちょっと道具ちらっと見たら歩き作ろうかなとも思うんですけど、まあまたこれはちょっと考えてます。結構ガンプラとかもハマりました。まあなんかまたいろいろな変わった動画また探していろいろと、撮ってみます。まあ第二の人生、まあ子供みたいなことをしょるんですけどね、ほんとすいません。子供みたいなことしちゃ大喜びしてから撮ってあれしてるんで。ということで、まあほんと、ご乗車ありがとうございました。またゲームのあれとか撮ってあれしますって話のとか、お化けの話。ちょっとお化けの話しようと思ったんですけど、おっという間にお化けの話が思いつかなかったんで、あれします。でまあこんな感じで。相変わらず、今は雨止んでますね。とまあ、こういう感じでコインランドリーの独り言。じゃあ、ご乗車ありがとうございました。チャンネル登録とすいませんが、よろしくお願いします。切ります。